次はドレミをやってみたいと思います。ドレミっていうのはスケールですね。ただ音を出すんじゃなくて、音階をやってみたいと思います。ではですね、まずは真ん中のドからいきます。真ん中のドは左手の中指だけ押したら真ん中のドです。もうほんとこれだけ、吹いたらこれがドです。次はシ、中指を離して人差し指だけ押すのがシです。これがシです。で、この後はだんだんこう閉じていくだけです。C の次はラ、ファ、ファ、ウヤミ、で、レ、で、ドは小指はこう2つ、キーがあるんですけど、下の方押すのがドです。これが、低いドです。で、これで1個ドシラソファミレートができました。次はですね、さっきの真ん中のドから上の高い方にドレミファソラシド上がってみたいと思います。真ん中のドから次のレは低い時のレの指と一緒なんですけど、プラスこの左手のサンプレートの上にあるオクターブキー、これですね、これを押します。低いドも低いレも同じ指なんですけど、左手のオクターブキー押してるか押してないかの違い、押したら高い音が出ます。まあ、これ押したらこのキーが開いて高い方の音が出ます。では、ちょっと高い真ん中のドの次のレの音をやってみたいと思います。これが高いレの音で、次はですね、さっきと逆でだんだん離していきます。次、ミ、次、ファ、次、ホ、ラ、次、ヒ。で、ドはさっきの真ん中のドと同じドのオクターブキー付きです。これで高い方のドレミファソラシドができましたね。ではですね、これを順番に、スケールとして、離さないでやってみたいと思います。まず真ん中のドから低いドまで、プライドのためにもう一回やります。こんな感じですね。で、これ順番にこうドシラスファミレートをやるときに、その指を運指をしてたら、まあドシラスファミレートなるんですけど、サックスっていうのはそんなにピッチが安定した楽器じゃないので、例えば1個の指でも音程がすごい変わっちゃいます。だからしっかり自分の中で歌ってないと、音痴になっちゃいます。だからドシラソファミレドってやってる時も、頭の中でドシラソファミレドって思いながら吹きましょう。じゃあさっきの逆ですね、ドから高い方のドまで行ってみます。この時もいつもドレミファソラシドって歌ってる気持ちでやってみましょう。で、何回も同じこと言ってますけど、どういう風な音を聞きたいかっていうのをいつも考えながらドレミファソラシドのスケールもやってみましょう。これで、ドから始まるCのメジャースケールがもうできるようになりました。